今11時37分。まあ人はそんなに平日なんでいないかな。まあ、こっちはエントランスはすごいことになってますけど。はい、こんな感じですね。今日はまだ朝ごはん食べてないんで、今からちょっと朝ごはん食べに行きたいと思います。何があるかな。ちょっとブラブラします。あ、すごい。すごい。クリスマスなんでクリスマスツリーが目の前に。ね、すごい綺麗。ではちょっとお店探してきます。なんかすごい大事なこと忘れまして、任天堂エリアの整理券を今取ってきました。昼間で12時前でこの時間なんで5時20分からしか入れないみたいです。なのでそれまでちょっとブラブラしながらいろんな今まで乗れてなかったライドを乗りたいと思います。なんかお兄さんがここが美味しいよって言われたんでこのピザ屋さんに入ってみたいと思います。はい、ふわとろチーズのピザを頼みました。1時間ぐらいかかるって言われたんですけど、感覚的にはそんなにもかかってないと思います。こちらはなんかマッシュルームが入ってて、上から蜂蜜をかけていただきました。ではいただきます。こちらのサンタのクラムチャウダーを買いました。クラムチャウダーになんか帽子が乗ってます。これいただきます。今日めっちゃ寒いです。こちらクラムチャウダーいただきます。すごい温かい。めっちゃ温かい。これかわいいし、こんなパッケージかわいい。サンタさんね。これも帽子。クルトンです。おいしい。なんかお肉とかチキンとかめっちゃゴロゴロ入ってる。さっきピザ1枚しか食べてないんでお腹空いてたんで、これも食べます。おいしい。では次ちょっとなんか乗り物乗ります。
ねえ、これ何？ねえ、かわいい。なんか雪が積もってる感じ。このポーチもかわいいし。え、これもかわいい。すごいモコモコしてる。え、裏地もかわいい。ね、これだね。これ何だろう。あ、なんかボックス型のカバン、可愛くなってる。すごいね。あ、これも可愛い。ね、可愛い感じ。なんかね、いいね。雪だるま、かわいい。これなんなの、クッションとか。これに乗ってみようかなと思うんだけど、もうこんなのだいぶ何年も乗ってないんで、ちょっと心配なんだけど、大丈夫かな。フライングダイナソー、なんかもう叫んでるよね。ね、なんか大丈夫かな。ちょっと乗ってみます。これ乗ってみようかなと思ってます。ダイングダイナソー、うわ、めっちゃ怖い。いや、すげえな。ちょっとどうしよう。乗ってみます。平日は50分待ちだそうです。あんまり待ち時間ないね、このやっぱ平日って。いいかもしんない。では、これ以上は写真撮れないので、後ほど。子供の頃は乗れないんだけど、大人になったら無理です。